木の樹脂で作ったんですか？はい、すごい細かいですけど作るの難しそうですね。そうですね、ボリュームありますけどなんかよくよく見たら結構持ち運びしやすいような気の遠くなるような作業ですけど、うん、楽しいんですね。工房に移ってまいりました。これがアッツシの材料ですね。はい。これはどういう状態なんですか？これはですね、木から剥いだ状態です。はい、硬いですね。はい、この状態で湖などに約1ヶ月ほどつけておきますと、うん、なんとこういう状態になります。1ヶ月もつけるんですか？1ヶ月以上。はい。これ何枚ぐらいあるんですか？これ約平均的に10枚前後かな。はい、この薄い皮が何層にもなって。触ってみてもいいですか？はい、どうぞ。すごい柔らかいですね。はい、柔らかいですね。すごい。この次の工程ってどんな感じなんですか？はい、次はですね、はい、この状態になります。先ほどのものを1枚ずつ剥いで、ぬめりを取って天日干しをしてこの状態にしておきます。これからそうですね、これになる。すごいですよね。はい、ここまで行くのが、まあ、1ヶ月以上かかりますね。これだけでも途方もない作業ですね。はい、この後ってどうなるんですか？この後はですね、これを縦にだいたい 2-3 ミリの細さに裂いて糸にしていきます。じゃーん、すごいですね。こちら2つはですね、シナノキで作ったもので、こちらがお表に入れて作ったもので、はい、柔らかいと思います。あ、本当だ、柔らかい。はい、持ってる感覚はないです。軽くて、これがこうなって、旗折りに行きます。はい、一着作るのにこれ何個ぐらい必要なんですか？これだと5、6個ですね。4、5ヶ月かかりました。4、5ヶ月、はい、1ヶ月半の4、5ヶ月、はい、糸を作るだけで半年以上はかかるってことですか？そうですね、はい、糸の長さの目安といたしますと、地面からずっと富士山と同じ、はい、大体同じぐらいの3600から、4000メーターぐらい必要になります。果てしないですね。だけど楽しいんですね。達成感があります。ありますね。はい、行きます。はい、先ほど細く裂いた繊維をこのように一方方向に撚りをかけていきます。はい、そしてですね、この撚りをかけたものを旗結びという結び方で一本の糸にしていきますよ。まずですね、このように結んで、ここ出たところはこのようにで、こうして一本の糸にていきます。すごい。はい、ここで押さえておく。これ、これ寄りすぎるとかないんですか？寄りすぎも、人によって軽く寄る人もおりますけど、はい、楽しいですね。楽しいですよ。本当に楽しいですよ。めっちゃ楽しいっす。そのまま引っ張る。これもここ入っておいて。そう。ここできました。はい、できました。はい、このようにして少しずつこう寄っていけばいいですね。こうじゃなく自分にかけないで。あれ？右が下で。これを指でぐるっとかけないで。この2本を持って。ちょっと待って、もう一回。待ってよ。ちょっと見てて。待って。どうしたら。二つつまんで、つまみ、そっちの方引っ張る。ゆっくり。あ、できた。よかった、できた。ありがとうございます。できました。ピリカピリカ。
かった。ピリカいただきました。はい、わあすごい。初めてです。すごいですね。意外に柔らかいですね。なんか着やすい。嬉しい。白い。なんか着替えてみました。素敵です。全然ゴワゴワしてないです。硬くもないですね。似合ってますね。素敵です。ピリカメナコ、ピリカメナコ、ピリカメナコ、ピリカメナコ。いやいやいけれ。いやなかなかね、ちょっと着れる機会がないので。そうですよね。貴重ですよね。ありがとうございます。